BDFWD のボディ製作編に参りたいと思います。はい、もういきなりここにボディ置いてあるんですけれども、なんか画面いっぱいでわけわかんないですね。何やら透明なものが置いてありますけれども、はい、ボディです。今回ですね、このブリッツボディ MK9 というタイプのものを取り寄せました。これもあの猿次郎商店で、安く販売されていますので、興味ある方はご購入いただければと思いますけれども、まあ、要はあの FF クラス、FWD クラスというのは、それ相応にボディも縛りがありまして、まあ、これスーパー GT 選手権の話ですけどね、一般に走らす場合はもうお好みのボディでいいと思うんですけれども、こう、まあ、あのこういう風になっておりまして、開けてみますね。まあ要は実在するベースのボディっていうか、あの車があって、これがだから何なのか私はよく分かってないですよ。 MK9 っていうのが何のことなのかよく分かりませんけれども、その、車両が要は FF 車ということなんでしょうね。うん、あの実車に即していろいろカテゴリー分けされていますので、スーパー GT 選手権の場合ね。で、袋から中を出しますと、はい、ただの透明のものが、ハリボテが出てきます。で、この FF 系のボディの特徴っていうのは、リアがこうホットハッチっていうんですか、ハッチバックっていうんですか、こう絞られてなく後ろまで行ってストンと落ちる、こういうタイプのボディが多いんですね。で、これもそういう感じになっておりますので、まあ、こんな感じ。フロントはこう割と短い感じのショートタイプのやつで、まっすぐこう上に上がってきて、そのまま行ってストンと感じです。まあ、横から見ると、わけわかりませんね。こんな感じになっております。はい。で、まずやらなきゃいけないことっていうのは、もちろんこれは塗装作業なんですけれども、塗装する前にボディのマウントの位置を決めなきゃならないんですよ。で、私嫌なんですけれども、最近流行りのこの後ろ側のタイプですよね。こう伸びる、後ろへ伸びるタイプ、これ昔のボディマウントで上から出てるやつだったら、こうポンとかぶせて印をつけるっていう、ここにほら当たりの印ついてますけども、参考のね、こういうところでやればいいんですけれども、そうじゃないんで、これね、なかなか大変。はい、カット終わりました。あのね、まあ後ろの穴をまず位置決めて、これはあのなんだ、物差し使ったり、あとね、タイヤをつけない状態でシャーシをこうテーブルに置いて、で後ろ側からこう当てて、そのままピタッと合わせればいいと、確かそんなことを聞いた記憶があります。要はシャーシとこのボディのラインがつら位置になるということですよね。タイヤがついてない状態ですので、でそれで、まあ、位置を合わせてこう上げてピタッとはまるようにしまして、でビーマーで丁寧に穴を開けました。で今度はこっち側から入れて、前にピチョンと落としたところで、前はまあ上からマジックで位置合わせて、リーマーで穴開けて、こういう風に入るようにしました。ただね、これギリギリなんですよ、高さが。これあのシャーシ置いた状態で見ると、ほらもうこれで下ついてるんですけど、ちょぼギリギリなんですよ。一番上の穴のところがキワキワなんですね。だからできればもう一コマ上上げたいぐらいの状態なんですけど、これだと無理なので、できるかどうか分かりませんけど、このマウントのポストのこの根元ね、つけてるんですけど、ここをスペーサーか何か入れてちょっと上げてあげたら、まあ一番上の穴でピタッと止められるかなという感じなんですが、ここはちょっと要検討です。今後の他の方がどうされてるか、できればちょっと知りたいところなんですけども、まあ、ひとまずそんなことで穴位置が決まりましたので、これで OK ですね。あとはまああれ、
これで見るとほい、あ、違うわ、こんな位置に穴開けたらあかんわ、もっと後ろだ間違えた、ホイールアーチが合ってないわ、こんなところで開けたらあかんやんか、フロントのホイールアーチで合わせるとここら辺ですね、穴開けるとこ、これ大失敗ダメらへんです、こんなとこ開けたらダメです今横から見て気づいた、そうですよね、ボディのフロントの位置で合わせないといけないじゃないですか、あーということで穴開け直します、高価なボディがステッカーで多分この後ここ塞いでごまかすと思います、そうだ、あ、こんなやらかし動画になると思いませんでした、前の位置で合わせてここでもう一回穴開け直しますので、そんなかあの逆にポスト長く余ると思います、はい、こうなりました、何この穴なんかね、できましたよ、穴を開けてこうね、ストーンと収まればいいということです、で、これでちゃんとあのポストも上余ってますんで、ボディ止めるのも問題なしということで、左右も大体合ってると思います、フロントのホイールアーチで位置合わせましたので、これで大体、ね、前で覆ってますんで、あとは後ろもここ、これあのカットライン書いてないんですけれども、これはあのホイールベースとか、ね、車によって切る位置が変わるので、まあ、線がそもそも書いてないと、あとは自分でこう見ながらこの辺でかなというところで、まあ、それぞれ専用のジグ作ったりね、いろいろされてると思いますけれども、はい、いいところで切っていけばいいかなというふうになります。ということで、ボディカットはこれで何の問題もなく終わりましたので、この後は塗装しちゃいます。はい、こちらボディマスキングが終わりました。いつものように最初に塗る色だけはマスキングをしない状態で、まあ、こういった形で仕上げてるんですね。でどん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 色を塗り重ねるに従って、マスキングを剥がしながら作業を進めるという流れになっております。でいつもまずこの縁のところを黒で、シャドウ拭きをしていくんですけれども、今まではファスカラー使っておりましたが、今回ですねアクリジョンの黒を買ってきました、まあ、加えて言うと白も買ってきたんですけれども、この白黒を今まであの目玉のところなどをね、ファスカラーでやってたんですけれども、どうしてもあの目が荒くなってしまって綺麗に拭けなかったので、今回アクリジョンでこの白と黒の塗装をやってみようと思います。もちろん蛍光イエローもアクリジョンでやりますので、どんどんこうアクリジョン比率が高まりつつあるんですが、さあ果たしてうまくいくでしょうか、やってみましょう。はい、まずコップにですね、黒を入れて、でその後このアクリジョンエアブラシ用薄め液貝というね、今売られている薄め液、こっちの貝の方だと思いますが、これを使って気持ち薄めます。1対 0.3 って書いてますんで、本当に入れるか入れないかぐらいなんですよね。だから新品の場合は入れなくてもいいんじゃないかなっていう感じもするんですよね。で使ってる間にちょっと濃くなってくるというか硬くなってくるというかありますので、そういう時に薄めるぐらい で今正直もうちょっと多めに入れちゃってます1対 0.1 ぐらいになってるかもしれません。であいいのか、 0.3 までやからいいのか、よかった。30% まで薄めていいということですね。あ、そうか、0.03 じゃないわ。1対 0.3 ですね。はい。お気をつけください。で、これを薄めたものをエアブラシに取って、あとはもう通常の塗装と一緒ということでやっていきたいと思います。いつもプラモデルで使ってるエアブラシ。まあ、ラジコンボディ塗装もこれでやってるんですけど、コンプレッサーが違うんですよ。プラモ用のコンプレッサーは、ちょっと静かなタイプなんですね。周りの環境も考えて、ただもうファスカラーはちょっと馬力がいるんで、今見えてます？見えてない？ファスカラーとか使うときはちょっとねパワーのあるコンプレッサーを使ってるんですよ。どうやろう、もうちょっと寄ってやりたい、こうやっていけるか、
カットしたラインをなぞるように、まあ薄めすぎるとこの段階で弾くんですよね。今あのタラーっとなるほど吹いてないんで、弾くか弾いてるのか弾いてないのかちょっと分かりにくいんですが、こんな感じで塗ってみました。ちょっとあの状態が分かるようにと思って強めに吹いてるんですけれども、2回バーッと1周やって乾いたなと思ったところでもう1周やってみました。ファスカラーの時よりちょっと強めに吹いてますんで、シャドウうまくいったとしてもこれどぎつい黒いラインが入ってるというちょっとシャドウという意味ではどうかなと、黒い線が入ってるという感じになってますんで、まあこれもあの仕上がってからのお楽しみということになりますんで、とりあえずこの後あのいつもの緑メタリックとか塗ってザーッと全部塗装していきます。はい、ここまで塗装が終わりました。青とか赤とかね、吹けまして、次はいよいよ蛍光イエローということになりますので、ここはいつものようにプライマーということで、今回も、前回から使っておりますこの密着論でいきましょう。まあ、先日ねあのズーディアックのボディを塗るときにもこれ使ったんですけど、ちょっとあの曇りがね気になってたんですよね、表面が。でやっぱどうも吹きすぎじゃないかなと思いまして、今回もちょっとあのパッパッパッと拭いていきたいと思います。いきますね。パッ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 、はい、もうこれぐらいでちょっと一回乾かしてきます。はい、ドライヤーで強制乾燥させてきました。あんだけなんでね表面変わってないですよね。あれでプライマー終わりってわけにはいかないので、もう一回パッ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 、ちょっと今来すぎたかな、ちょっと多めになりましたね。乾かしてきます。はい、どうでしょう。曇ることなく2回拭くことができました。もう一回やっておきましょうか。もう多分ね結構乗ったとは思うんですけど、もう一回はい、これで終わり、これで終わり。それではですね、いよいよこの蛍光イエローですね、アクリジョン塗っていきたいと思います。すでにあのちょっと薄めたものをエアブラシに取ってあります。さて、プライマーも1時間以上乾かしてあるので大丈夫だと思いますので吹き付けていきます。でもとにかく時間かかります。はい、あのエアブラシで弱く吹きつけていきますので、例えばポリカのねタミヤのポリカスプレー蛍光イエローとか、まあ、他のこういうアクリル系のものとかいろいろありますけど、とにかくまあ時間かけてねゆっくりと吹いていけばいいんじゃないでしょうかね。でまあ、蛍光イエローはあの瓶のものですけれども、そんなにたくさん入ってるわけじゃないので、こうドーッと吹きつけるとこの辺こうねバシバシっとこう弾く感じになりますんで、まずは特にこう最初のうちは霧を当てていくような感じでゆっくりと色付けしていくような感じになりますので、これまたちょっと時間かかりますんで、まあ、1回目こんな感じでやってますけども、慌てることなく、はい、じっくりと重ね拭きしていきます、ね、ちょっと黄色ですね。さあこれがどうなっていくか、さあいかがでしょうか。こういう風になりました。蛍光イエローをこれね5回重ねました。あのやっぱり細拭きというか 弱く吹きつけるので1回の厚みって薄いんですよね。なのでそれなりの、まあ、隠蔽力はもう期待できないですけれども、まあ、厚みを持たせるには5回拭いたんですよね。でその上からこれ白を吹き重ねました。でその結果が現在こうなっております。まあ、こうやって見てる分にはそんなに問題なさそうなんですけれども、一部やっぱりこうあの垂れた跡とかね、
と分かりにくいですけども、どうしてもあの、まあ、急いでというか時間かけてはやったんですけれども、まあ、ついついこう吹いてる間に暑くなってだらっとこう垂れかけたみたいなところが、まあ、何箇所かあってごまかしてはいるんですけれども、で、まあ、一部出ちゃったっていうのはあります。で、使った白っていうのがこのベースホワイトという、隠蔽力が強い、あの白、下地用の白というやつなんですね。で、一方でただの白っていうのもあるんですよね。で、今回これも用意したんですけれども、まだ使ってないです。目玉に塗る白をどうしようかと思ったんですけど、ようよう考えたらこっちでこと足りるんですよね。だからこれ買わんでよかったのになと、ちょっと後になって今になって思ったりしてるんですけども、まあ使うかどうかちょっと今考えているところです。塗料自体はあのアクリジョンコスパすごくいいと思いますが、まあ、1本でこれ多分ボディ1枚全部塗れるぐらいの量だと思います。私の場合このボディ蛍光イエローを塗っているのがフロントとこのサイドの一部だけですので、あの塗料全体としてはそんなに多くないんですよね。後ろの方とか全然別のファスカラーとかを使ってるんであれなんですけど、まあ、使ってる感触から言うと1本で1枚塗れるよねっていうぐらいです。ひょっとしたら足りないかもしれない。なのでもしあのこれで1枚のボディ全部塗ろうと思ってるんだったら、2本買うのをおすすめします。でベースカラーはもうあの1本あれば十分足りると思いますので、ベースホワイトだから、まあ、蛍光イエロー一色で塗る方っていうのは、まあ、そんなにいないかもしれませんけど、まあでもサーキットでね単色で蛍光の赤とか黄色とか緑とかよく見るので、まあ、そういう風にされる方もある程度、あの塗り始めたはいいが足りなくなったっていうのもショックなんで途中で買いに行くっていうのも大変ですから、ちょっと余分持ってね、見て買っておいた方がいいかもしれませんね。さて、今からですねもう最後の段階になってきますが、目玉を吹いていくんですけれども、その前にあのシルバーのところですね、メッキ塗装なんですけども、プレミアムミラークロームを使いました。今のところまだ裏打ちはしてないんですけれども、ここ今からあの黒を塗っていきますんで、その流れで裏打ちもやっていこうかなと思っております。で、ここもアクリジョンの黒を使っております。あれ出てるね。はい。で、ここあの目玉のところはアイラインをこう切り取ってありますので、まずそこを塗っていく。で、グリルのところはチェッカー模様にマスキングしてありますので、まず黒を塗って、あとからこのグリルのところはガンメタのポリカカラーを塗ろうかといつもそうしてるんで、例えば白とかシルバーだとちょっとコントラストがありすぎるかなと思ってガンメタを吹いてるんですが、実はあんまりちょっとこう目立たないというね、シルバーぐらいの方が本当はいいかななんて思ったりもしてるんですが、ちょっとまあ今回はガンメタにしようかなとか思ってます。まだ決めてません。あのやってないんで分かんないですよね。最終的にこんな感じで黒をまず塗っていきました。で、このミラークロームのところも裏打ちでアクリジョンを塗ってみたらどうなるかなんですけど、あ、やめといた方がいいかも。弾きますね。ラッカー系の上にアクリジョンは乗らないかな。弱く吹いてる分には弾かないですけど、バーッといくと弾く気配があるので、ちょっと気をつけながらやったりやらなかったりみたいな、こんな感じでちょっと黒を吹いていきます。何かとアクリジョンはあの慎重さが求められますね。弾きやすいので、そのあたりも計算に入れながら、そうですね、ゆっくりやれば大丈夫かな。はい、全体に黒を吹きつけていきます。はい、塗装が終わりましたと言いますか、もうあのシェイクダウンも終わらした後となっております。いつもだいたい塗った後シェイクダウン編になってボディの耐久テストみたいな話になるんですけれども、今回もう先にやっちゃいました。で、まあ、全体的に見ても
特にあのやばいって感じじゃないかもしれませんが、ここやっぱあのペローンとこう剥がれちゃってるんですよ。でこれね、あの、まあ、裏からお見せしますけれども、要はあの修具を塗っているところなんですね。でボディ自体も、まあ、やや薄いということもありますんで、結構あのへこむんですね、衝撃で。でこれあの単独で壁にボンとぶつかった感じなので、まあ、まあ衝撃度合いとしたらそこまで激しくはなかったんですけれども、それでもやっぱりぶつかった衝撃でここ、まあ、ここに限ったことじゃなくてこの辺りも全体にそうなんですけれども、やっぱりちょっとこうポロッと浮いちゃってるんですよ。もうボディのところからは剥がれて隙間ができてるんですね。まあ、あのある程度は仕方がないかなと思うんですが、この修具の塗り方もちょっと気をつけて、こっちから見るとそんな薄く塗っただけなんですよ。そんなあのゴテゴテに塗ってないですし、あのスーパー GT 選手権の FF クラスボディっていうのは重量規定がないんですよ。あの四駆の方は 100g 以上っていうのがあるんで、修具いっぱい塗ったりとかいろいろ重さを増やしていかないといけないんですが、 FF に関してはこのボディもそうですし、あのシャーシもそうなんですけども、最低重量規定というのがないんですね。まあ、今のところはです、2023年8月31日現在ですまたあの今後ね、あのいろいろレギュレーション変わるかもしれませんので、まあ、最新の分で確認していただくとしまして、で、まあ、このボディグリルのところもガンメタと黒の塗り分けだとちょっと分かりにくいと思ったんで、今回は、シルバーと黒の塗り分けにしてみました。結構はっきり分かるチェッカー模様ね、ほらいい感じでしょ。ただあの目玉の白と黒のぼかしに関しては、あのアクリジョンだからよりきめ細やかにっていうわけでもなかったんで、ちょっとここら辺はね、まだ私のあの修行が足りんというところで、もう少し目玉のところは綺麗に今後もやって挑戦していきたいなというところなんですが、まあ、あのボディ塗装に関してはとりあえずこんなことになっておりまして、黄色も含めてアクリジョンね、結構綺麗ですし、あのメッキ塗装がね、かなり今回うまく決まってます。素晴らしいですね。これはあのガイアのね、これメタルミラークロームを使ったんですけども、これが良かったのかもしれませんね。今後もちょっとこれを重点的に使っていこうかなというふうに思います。ということで、ボディ塗装編も含めて製作編はこれで全て完結ということになりましたので、ちょっと時系列的には逆になるんですが、この後シェイクダウン編をご覧いただくとしまして、まあ、あのどんな走りを見せていたのかという部分ですね。この BDFWD、サーキットでの疾走ぶりは次回ということになります。こうご期待。よー走りますよー。